を2回ずつ食べさせていただきます。もう待って胸がドキドキしますよね。大きく深呼吸してから行きましょうか。はい、息を吸って、吐いて。それでは行けるところまで行きましょう。さて、ありがとうございます。この色鮮やかな動物たち、大きな翼の中間に美しい羽を持つモルモット、まるでその華やかな力に向かい合っているようですね。さあ、前を見てください。あれは最小という鳥です。下にバニがいますけど、心配がいます。このバニたち、今ダイエット中で、もう1ヶ月も続いているんです。最強しましょう。どうです、すごいよ。滝のルーティーのフードを
のと全然変わりませんね。周りの様子が変わってきましたね。ここはアジア大陸を流れる浦和寺川の上流です。この神殿は何百年も前王子様のために建てられてしまいました。ここには神に捧げられた数々の財宝が眠っているそうです。多くの人々がその財宝目当てに入ってきました。でも誰も出てきません。神の怒りに触れずようそれぞれが待ちます。人々に変わります。ここから出た時も同じ人数だといいですよね。